どうもこんにちは。いろいろなところのですね、外出自粛、そういったものを受けましてですね、このチャンネルではですね、アウトドア、キャンプに行ったりとかですね、お出かけしたりとか、そういったことを、動画にしてきたんですけれども、このコロナウイルス、これがですね、落ち着くまでの間、そういったことはね、ちょっと自粛しようかなと思ってます。このチャンネルが、特にね、影響力があるとは全く思ってないんですけども、そういう動画を出すことによってですね、行きたくなるじゃないですか。キャンプ行きたくなったりとか、なんかね、お出かけしたりとか、したくなると思うんです、きっと。コロナウイルスのね、一番ちょっと厄介だなと思ってるところは、感染力が強いというか、風が広がってるっていうのもあるんですけども、自分が感染してるかどうかがですね、全くわからないっていう、これがね、一番怖いとこじゃないかなと思います。ちょっとね、出かけてみようっていうことで、出かけた先で、知らない間に自分が感染源になってばらまいてるというようなこともね、十分あり得るので、そういった意味も含めてのね、外出自粛だと思ってますので、気を使いすぎという意見もあるかもしれないんですが、気を使いすぎなぐらいで、今回の、災害みたいなもんですよね。災害みたいなものに対しては、それぐらい考えた方がいいと、自分では判断してますので、当面の間ですね、キャンプとかお出かけ動画、この辺は撮影にも行かないしっていうような感じで、活動していきたいなと思ってます。僕みたいなですね、アウトドア系の YouTube をやってる方にとっては今回のことっていうのはやっぱり大打撃みたいなところがあるとは思うんですけども、そういった動画を撮って公開することによって、最初はですね、なんて言うんでしょう、そういった気持ちになるというか、そのキャンプ行けないから僕がやって、そういう言ったようなつもりになってもらえればなっていう気持ちもあったんですけども、見た人はですね、自分も行こうみたいな感じで、行ってしまう可能性もあるし、それがもしかしたら外出規制されてるところの人かもしれないので、我慢するというか、やらないのは、正解というか、しょうがないのかなと思ってます。これってね、僕に限らず、そのアウトドア系のチャンネルをやってる人全般に言えることだと思うので、できればですね、見ていただいてる方には、僕もですね、空いた時間を利用してですね、いろんな方の動画を見るようにしてるので、皆さんもですね、ぜひ、アウトドア系のチャンネル、ここに限らず、いろんなところですね、そういったところのですね、動画をね、ぜひ、お時間がある時に見ていただければなと思います。ということで、しばらくの間出す動画っていうのが、今までとはね、ちょっと色の違う動画というか、違うジャンルの動画になりそうな予感がちょっとしてるんですけども、できればですね、そういったものを見ていただければなと思ってます。今ね、本当は飲食店の方とか、もう閉めなきゃいけないとか、営業時間短くしなきゃいけないとかっていうことで、いろんなところがですね、打撃を受けてると思いますし、4月、5月、6月とかね、ちょっと長丁場になったりするのかなと思います。やっぱりですね、健康第一なので、まずは自分の健康、そして、家族の健康、自分の友人とかですね、周りの健康、そしてみんなの健康と、全部ね、繋がっていくことだと思うので、当分ですね、大変なんですけれども、頑張りましょう。実はですね、4月の3日、5日、12日とか、立て続けにですね、キャンプのお話っていうのをいただいてて、参加するつもりだったんですが、ご時世の問題もあるので、ちょっと今回やめましょうというふうにですね、お断りをしました。やっぱり行きたいですし、断るのってね、なかなか勇気がいることというか、なんでそんなに神経質になってんだよみたいなふうに言われちゃうこともあるかもしれないんですが、僕は言われなかったんですが、言われる可能性もあるとは思うんですが、断る勇気だったりとかですね、みんながやってるから自分も OK だとか、みんなが行くから自分だけ断るのはちょっと断りづらいとかっていうのはですね、結局ですね、自分の健康とか自分の周りの人の健康を損なう恐れがあるので、どうかですね、そういう場合は勇気を持ってやりませんと、行きませんというのも今求められてることなんじゃないかなと思ったりします。ということでですね、今回もレビュー行ってみましょう。今回はこちら、BG キャンプのクッカーセットです。箱から見てわかる通りですね、そんなに高いものではありません。早速中開けますね。中開けますと、こんな感じになってまして、収納袋の中に、このようにですね、収納されてます。まずはね、説明書と、鍋ですね。鍋が、
つ、二つか。と、しゃもじ。しゃもじと、なんでしゃもじ入れるのかなって感じしますけど、まあ、いるんでしょうね。で、あとなんか、このね、今時ないだろっていうこのヘチマ。ヘチマの、ヘチマのスポンジ。小学生以来です、こんなの。それと、お玉。これはね、ちょっといいなと思うんですけども、収納式のお玉ですね。収納式のお玉と、あとね、まあこれもいらないんですけども、器が3つ入ってます。卵を溶いたりとかするときには使えるのかな。ちょっとね、ちっちゃいので使用用途があまりに限定される気もするんですけども、このね、半透明具合がね、ちょっとあんまり綺麗ではないんですけども、これが3つ入ってます。まあおそらく使うことはないとは思うんですけど、まあ一応置いときましょう。こちらがですね、蓋が中に収納できるようになってますが、こんな感じ。こんな感じの鍋が一つ。それと、ちょっと大きめの鍋が一つ。こんな感じですね。ちょっと大きめの鍋とちっちゃめの鍋が一つ。それとフライパン。一応ね、ちょっとここが遊んでるな。まあ、今回届いたものに関しては、ここはちょっと遊びがありすぎるかなって感じですね。まあ、使うときはね、こうやって持ちますし、まあ、置いといてもですね、すぐ閉じちゃうってものではないと思いますので、まあ、これで十分じゃないかなという感じがします。安いですからね。これらの素材はですね、アルミとなっています。全部銀色のクッカーっていうのも売られてはいるんですけども、まあちょっと焦げ付きが気になるかなということで、こういったですね、ちょっと表面がコーティングされているようなもの、そういったものを今回は選びました。まあイメージで言うとですね、この小さい方でご飯を炊いて、こちらで汁物とかそういった感じでしょうか。まあクッカーセットなので、コンパクトに収まるっていうのと、まあ一泊二日であればですね、これぐらいの量でも十分なんじゃないかなと思います。まあね、こんな感じで収納が簡単っていうのが一番のポイントかなと思います。こうか。こんな感じかな。まあね、先日出した動画で、クッカーセットはあった方がいいよというお話をしたんですけれども、そのね、話をした僕自身がね、クッカーセットを持ってなかったので、今回こちらを入手しました。まあね、こういう風に収まって何がいいかっていうと、各々のね、フライパンだったりとか、スキレットとか、あと鍋とか、そういったものを持ってるとですね、やっぱりこういう風に収納できないので、どんどんね、散らばっていきます。散らばっていくっていうのと、蓋がないものっていうのも結構ありますんで、まあ、車の中に乗せてですね、移動してる最中に、まあ、砂とかですね、いろんなものが入って汚れちゃうとか、っていうことがね、結構起こり得ます。起こり得るので、こういう風にね、ちゃんと蓋をした状態で、収納できるというのは、かなりですね、使い勝手がいいと思います。キャンプ場に行ってですね、まず鍋を洗うとか、そういったことをしなくていいので、こういったクッカーセットっていうのはいいんじゃないでしょうか。ここがゆるゆるなのはすっげー気になりますけどね。気になるけど、まあしょうがないか。まあ使っていくうちにね、こういう風になるものかもしれないので、まあそういうもんだと思うことにしよう。さあ、こちらのクッカーセットなんですけれども、こういったものをね、アウトドアで使うっていうのはもちろんなんですが、せっかくなんでですね、子供たちとね、ちょっと料理とかしてみたいなと思います。こんにちは。今日はお料理を作ります。え、カイトも作りたいの？カイト先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日は何を作るんですか、ヨンゴク。何ですかね、お兄ちゃん。それはお楽しみ。ここにいますから、僕たちは。いいかな？はい。これ何でしょうか？大きい鍋。はい、大きい鍋。鍋？それと？フライパン。フライパン。この大きい鍋の中にはしゃもじ。しゃもじ。これ白ご飯のやつでしょ。白ご飯もできるかもね。今日はね、まずこの鍋、このちっちゃい鍋。はい。このちっちゃい鍋で麻婆豆腐を作ります。で、こっち側はまあなんかベーコンエッグかなんかでも作ろうか。うん。で、このね、大きい鍋。あ、これお料理するんじゃん。大きい鍋は。しゃぶしゃぶしようか。しゃぶしゃぶ。じゃあね、まずはね、麻婆豆腐からいこうと思うよ。はい。まずこれを洗ってから、
この粉を入れようか。はい、じゃあ洗っていきますので、ね、はい、はい、2杯入れてください。これ、うん、ちょっと待っとって、しっかり混ぜて、ちょっと綺麗に混ぜて。でっかい豆腐ですね。長方形の兄弟じゃん。もう適当に切ってもらおうかな。いい感じに。いいよ、全部やって、全部やっていいよ。めちゃくちゃあるじゃん。え、オッケー、きれい。まあでも適当でいいから。うん、適当でいい。そうだね、適当でいいからね。大丈夫大丈夫大丈夫、適当でいいんだけど、こんなものは。じゃあ本当適当じゃなかった。適当はいけないんでしょ。大丈夫大丈夫、適当でいいよ。いや、面白い切り方したなと思って。はい、どうぞお水入れてください。いいじゃない。え、こっち？そうそう、全部入れていいよ。バシャッと入れました。バシャッと入れて、そしたら、今度はこれを全部入れます。これもう一回入れて。なんかこぼしちゃって、一回ちゃん入れます。いいか、いいか、もういいや。いいよ、いいんじゃない。まあ、まあいいね。まあいい。よし、じゃあ OK かな。おー、上手。すごい、すごい。やっぱ家の中でやったら早いね、風もないし。ほんと、はい、もう沸騰しよう。もう沸騰しよう。ブクブクなってる。 OK かな。ねえ、豆腐入れる。そしたら豆腐入れていこう。全部？うん、1個ずつ。やけどせんようにね。伸びてるか。下だから。大丈夫大丈夫。ちょっと試して、こうして。いや、大丈夫よ。豆腐全部か。全部入れよう。で、すごい、できてきとるよ。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそうじゃん。いきますよ。ボッパイ。そしたらどれで混ぜる。そうそう、さって回し。これで。そう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 、うん、美味しそうね。美味しそうだね。これ、かいちゃんの麻婆豆腐好き。準備対策。これで麻婆豆腐の完成です。やっと疲れた。うん、もうやっと魔法豆腐完成。せーの、いただきます。美味しいといいね。美味しいといいね。どうですか。美味しい、大好き。はい、ということで、これが麻婆豆腐でした。おかずクッキング第1個目。めちゃくちゃ美味しい。じゃあどうしよう、とりあえずこれ向こう持ってとこうか。全部食べます。食べていいよ、どうぞ。途中で食べる、途中で。うん、とんかつクッキング。次はしゃぶしゃぶ。イエーイ。ももちゃん、はいはい、大体ものがあるんだけどね。気をつける前にちょっと入れてください、昆布。大体も入れてる。はい、タレを入れますね。好きなのか入れてください。はい、ストップ。お肉を開けてください。はい、じゃあ入れますね。はい、どうぞ。ひんにちゃんの隣にあったお肉、しゃぶしゃぶと。しゃぶしゃぶって豚からできてる。牛のお肉もあるんだけど、うん、ね、我が家は豚です。わぁ、オッケー。色が変わったらオッケーよ。いきます。あ、そうだ、白いご飯がいるだろう。うん、白いご飯いる。じゃあ食べます、お肉。はい、毎日。うん、美味しい。うん、よかった。美味しいですが、しゃぶしゃぶ、柔らかい。どうですか。うん、うん、それで次のステージ。じゃあ、そういうことで今回のしゃぶしゃぶも大成功。じゃあ次はベコエクしようか。よっしゃ、やったー。なんか最初食べた時はこっちの方が美味しいのかと思ったけど、こっちも美味しい。両方美味しい。でもこっちの方が柔らかい、すぐちぎれる。あ、そっちの方が柔らかかった。うん、あ、そうか。こっちも、ね、食感はこっちの方が好き。食感はそっちの方が好き。したい。そうか。うん、こっち。あ、いいよ、やっていいよ、どうぞ。
今度フライパン行くね、うん、油をオリーブオイルにしようかな。おお。楽しかったね。まだ終わってない。春休みの時いっぱいこうやってお料理しようか。うん。ねえ楽しいよね。いきます。いい感じ。塩、うん、3回目のベーコンエッグも大成功。とんかつクッキング終了。とんかつクッキング終了。麻婆豆腐作ってしゃぶしゃぶ作ってベーコンエッグ作ったけど、うん、楽しかった。楽しかったね。こうやってお家でこういうので料理できたらいいね。うん、外でも外でも、うん、お家の庭だったらできるけど、お出かけは先行でけ、お家の中でね、こうやってまた遊ぼうか。うんね、よし、また遊びます。明日遊ぶ。はい、じゃあ次は焼肉かなんかしようね。うん。ててててててと。はい、ということでね、今回はクッカーセットをご紹介してみました。こんな感じでね、家で料理をして楽しむっていうのもいいんじゃないでしょうか。それでは